マージです。WordPress に YouTube 登録ボタンをつけてみました。WordPress だけじゃなくてね、いろんなブログに、つけることが可能なんですけども、コマハチのチャンネルは WordPress なので、WordPress に関する YouTube 登録ボタンの付け方を解説いたします。ということでですね、早速、熊八もこういう風に、チャンネル登録ボタンをね、つけてみたんですけども、非常に簡単です。はい。すべてね、YouTube の方が用意してくれてるので、私のブログの解説に沿って、こう、作業していただければ、誰でも簡単につけれます。もう初心者の方でも OK。何が、必要なスキルかと言いますとね、コピペするだけなんですよ。で、まずこのようにですね、YouTube のディベロッパーサイトに、飛んでいただいてですね、私のブログの方にリンクがありますのでね、このボタンを設定するっていうページを開いていただいた後にですね、次の画面が、なかなか出ないですか？はい。出ましたね。こちらでね、皆さんご自身のチャンネルの ID というのをね、確認してください。で、確認したら ID の部分だけをね、まずコピーしていただいてですね、他に何か作業するときはね、メモ帳なんかにコピペしといていただいてですね、さっきの画面に戻るんですけども、次出ますか？はい。矢印の部分にね、貼り付けてください。するとね、下側にプレビューがありますよね。プレビューでちゃんと自分のチャンネルが表示されれば成功です。はい。ここまで難しいとこないですよね。超簡単なんでね、どんどん、こう、やっていきますけども、次にね、レイアウトですよね。さっきのもそうだったんですが、デフォルトの場合は、YouTube のボタンだけしか表示されてないんで。で、プロフィールアイコンをね、一緒に表示させた方が良くないですかっていうことでね、フルの方に変更します。フルの方に変更しましたら、このようにプレビューがちゃんと私のアイコンが出てますよね。で、こういう風にしてですね、次の項目に移っていきたいと思います。次はですね、テーマなんですけども、はい、出ますか？はい。これはデフォルトとダーク2つしかありません。はい。これはですね、基本ブログの場合は、背景が白の場合が多いので、デフォルトのままでいいと思っています。インパクトをつけたい場合は別ですけどね。はい。で、それでできたコードの部分ですね。コードスニペットって言ったりするんですけども、これをまずコピーしてください。で、Windows の方はね、メモ帳とかにね、貼り付けといていただいてですね、WordPress の画面を開きましょう。新規追加のところでですね、テキストエディターにここで変えていただきたいんですよね。で、ここで、赤のところのようにですね、コピペということで貼り付けていただいて、ビジュアル画面で確認していただくと、ちゃんと貼り付いているはずでございます。どうでしょうか？ここまで難しいですか？簡単だと思うんでね。で、どうしてもっていう場合はね、私のブログを確認してください。YouTube 動画詳細のところにアドレス貼っておきますので、よろしくお願いいたします。今回ね、簡単だったんですけど、どうしても自信のない方は、優勝対応ですけども、熊八の方にサポート依頼をかけてください。はい。今、LINE アットの友達追加でですね、3つのプレゼントをご用意させていただいております。ぜひですね、友達追加して、プレゼントをゲットしてください。よろしくお願いいたします。熊八のワードプレスチャンネル、登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもね、登録していただけると非常に嬉しいんですけども、よろしくお願いいたします。